はい、どうもこんにちは。今日はですね、正月の暇な時間にね、Amazon でいろいろ見せたらね、ちょっと良さげなものがあったのでね、そちらを紹介させていただきたいなと思います。特に最近だと車中泊関連のマットとかね、それ関連をタンスのゲンさんと一緒にいろいろ作ってるんですけど、やっぱりそれでもね、手が届かない商品がありましてですね、クッカーですね。ちょっと前にスロークッカーね、紹介させていただいたんですよ。あれもね、めっちゃ省電力で良かったは良かったんですけど、問題がね、やっぱり出力が弱い。スロークッカーだからそんなに待てないね。あと結局長くなっちゃうんで、ポータブル電源だと向き不向きがあるかなというところで、あれはね別に家で使えるっちゃ使えるんで置いといて、今回はですね、そこに変わるクッカーを見つけましたので、そちらを紹介します。今回買ったやつがね、ほい、ヤマゼンさんのコンパクトクッカーですね。まあ名前の通りね、コンパクトです。とアマゾンのサイトにはね、消費電力とか書いてなかったのであれなんですけど、多分ねそんなに電力高くはなさそうなので、実際ねそちらも測りながらやっていこうかなと思います。では開けていきましょう。こんな感じですね。中身がですね、レシピブックですね。まあいろいろこれで作れる参考の料理載ってます。で、説明書、本体で内釜で蓋があって、計量カップしゃもじですね。以上です。どうすかね、ちょっと外見も少しサラサラしててね、安っちい感じではないですね。ただ仕組みはすごいシンプルで、オンかオフかの2択ですね。潔が良いですね。で、内釜の方はですね、 1.5 合入りますね。そうなんですよ、これね、炊飯器ベースという感じですかね。炊飯器でいろいろ蒸し料理とか、煮たりとかっていうのができるようになった感じです。で、説明書に書いてありますね、出力はね 200W で、質量はね 0.9kg で 1kg いかないんですよね。で、内釜ね 1.5 合で、容量的にはね 0.27 リットルですね。で、寸法なんですけど、幅がね 20cm で、奥行きがね 17.2 で、高さも 17.2 ですね。まあ、この片手でつかめるそんなサイズです。で、高度はね 1m。そしてですね、炊飯もね 1.5 合だと25分から30分、1合だと20分から25分で、私がよく使う 0.5 合は15分から20分ぐらいでだいたいできるみたいです。うん、まあいい感じですね。まあ上から見るとこんな感じで、ここに取っ手があって、で、ここがサーモスタットですね。で、ここが熱くなるとこですね。こうセットして、これ置くだけだとねちょっと浮いてるんですよ、ほら。なので蓋して、炊飯するときはちょっと蓋を押さえてボタンをポチッとやるみたいです。やっぱりね、省電力で物を温めたりとか、こう焼いたりするときってね、物をちっちゃくするか、そのゆっくり温めるかというか、出力をこう下げるしかないんですよね。なので前回のスロークッカーに関してはちょっと物自体がでかくなってて、省電力だったんですけど、やっぱスロークッカーっていうこともあって、こう何時間もね温めないとダメなやつだったんですよ。ただ今回はね、物も結構ちっちゃくなっているので、省電力でもお米が炊けるぐらいにはできるみたいです。これ 1.5 合とかなので、一人暮らしの人とか炊き込みご飯作って白飯も作りてみたいな、まあ、そういった時にでも使えるのかなというところですね、お家では。ちょっと炒め物は厳しそうなので、その仕組み的にも、まあ、どうできるかっていうのをね、まあ、とりあえず、今からね実際に動かしてみようかなと思います。はい、やってきます。計量カップがね 135ml ですね。なので料理できるその容量的にはね、これ2杯分が料理できるお水の量みたいなので、まあ、これ2杯分ね入れようと思います。いっぱい入れたら沈み込みましたね。うん、OKOK 2杯入れたらもうしっかり下がりきりました。わかりますかね、ちょうどこの半分ぐらいですね。多分こう沸騰したりとかっていうのもあるので、まあこれぐらいを目安にしてくださいっていうことなんだと思います。で、蓋して、はい、アンカーさんのポータブル電源ね、まあ、こんなでかいやつじゃなくていいんですけど、 200W らしいので、見えますかね。まあ、今この待機の状態で 5W 出てます。じゃあ押しますね。ちょっとオレンジ色になりましたね。 270ml が沸騰するまでどれぐらいかかるのかね、測ります。
やっぱ最初は元気よくね260ぐらいですかね、まあ、厳密には多分255とかその辺だと思うんですけど、なので使う人はね、まあ、300ワット出力のものですね、その辺があるといいのかなというところです。12分ぐらい経ちました。沸騰ですね。一応沸騰しててもね、電源は切れないみたいです。熱してる間はねずっと260ワット近く出続けておりました。では検証終わったんで、どう？はい、 OK。 まあ、今回全部水をぶち込んだんですけど、そうですね、炊き上がると運転スイッチが勝手に切れるみたいなので、多分ある一定温度になったらこのスイッチがどんどん上に行ってオフになるような仕組みなんでしょうね。あ、で、価格がですね、こちらが買ったのがね、タイムセールでしたので2480円です。通常だと多分3000円ぐらいだと思うんですけど、お安く購入できました。まあ、特に車中泊する人はね、いろんな選択肢があると思うんですけど、これ以外でいくと、まあ、似たやつもあるんですよね。一番王道はね、たけるくんっていうやつですね。シガーソケットというかアクセサリーソケットから電源を取って炊く炊飯器なんですけど、あれはねもう全部一体型なので、洗う時にねもう本体ごとこう突っ込まないといけないなっていうところがあったりするんですよね。で、あくまであっちはね炊飯器っていうところなので、実は説明書にはねそれ以外の料理でやんないでくださいとは書かれてるんですよね。うん、まあ結構みんないろいろやってますけど、ただまあこちらはね内蓋外れるんで、はい、まあそういった意味でもね扱いはしやすいところですね。じゃあちょっと部屋で作っててもあれなので、最後ね実践編ということで車内でねやろうかと思います。では行きましょう。到着いたしました。若干晴れっぽく見えるんですけど、だいたいね曇りというか、さっきまで雨降ってました。まあ、山まで来たのはいいんですけど、今日はね風がそこそこ 4,5 メートルぐらいあったりするんでね、別にここまで来る必要なかったんですけど、はい、やりましょう。そしてここまで来た割にはねテーブル持ってくるの忘れました。そこは残念。もう最後のチェックなんでね、一応ねこれ何も入ってない状態だと、ほら多分ここが重しになってるんでしょうね。で、炊飯の時はどんどん水気が抜けるから、こう軽くなってスイッチがオフになるっていう感じなんですかね。なので重いもの乗せとけばねずっとオンの状態と思われます。とりあえずね、はい、うどんでも食べようかなと思います。本当乾麺のラーメン入れようかなと思ったんですけど、まあ絶対入らないんで、あとちょっと容量的にもギリギリになりそうなんでね、変な順番で入れます。確かめつつ、もううどんだけですごいことになってる。 OKOK、よいしょ。ではこの状態でねスイッチ入れようと思います。つきましたね。ではこれで蓋をして待ちます。いい感じになってきましたね。はい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 、めんつゆ混ぜて、うん、いい色味ですね。キノコと肉と正月っぽくかまぼこ、よろしい。じゃあここからもう少し温めます。いい感じですね。出来上がりました。いい感じのおうどんが出来上がりました。まあ、せっかくあったかいもの食べるんでね、外激寒なんですけど開けて食べます。じゃあこちら取り皿持ってきた方が良かったね。どうしよう、いっか、このまんま、すいません。うん、あったけー、あったけーっていうか寒いんだよね今日が。けど今4度ですかね。明日明後日ぐらいがねなんか結構マイナスでも3度4度とか行くんで、運転とかには注意ですね。寒い時にあったかいものはとっても美味しい。
はい、けど見ての通りコンパクトクッカーというだけあってうどん一玉で作るのが精一杯ですね。二玉のうどんは作れないと思う。けどまあその消費電力的にもサイズ的にもこれが今一番しっくりくる気がしますね。使い勝手もこっちの方がいいのかなというところですね。内蓋が取れるし、ただそのタケル君と比べちゃうとあれなんですけど、その消費電力が260ぐらい出ちゃうのとコンセントなのでポータブル電源ない人にとっては使えないんですよね。普通にその一人暮らし用とかであれば炊飯器としても使えるし、まあこういううどん程度であればあの楽勝で作れるしっていうのが分かったんで、選択肢としてはあの全然ありかなと、なんか車中泊のためだけのものではなさそうですね。まあさすが山善さんって感じです概要欄にまた URL 載せておきますので、また興味ある人はねあのぜひそちらも見てみてください。今回のはね用途的にもしっかりマッチしてる気がします。まああと欲を言えば焼く料理の方ですかね。やっぱ焼きの方はねもっと高い出力が必要なんだと思います。あとまあ欠点を言うとすればこのボタンポチしかないので保温機能とかはねないので、まあご飯とかはもうあの食べきるか、まあ冷凍庫にあの突っ込むとか、まあそんな感じになるのかなというところです。まあなので本当一人暮らし用って感じかな。食べるときに炊くみたいなそんな感じです。はい、というわけで今回はですね、こちら、山善さんのコンパクトクッカーの、ご紹介でございました。これ以外にも、ホワイトがあるのかな、色としてはという感じなので、また気になる人ね見てみてください。またこれ使ってねうどんだけじゃなくて普通に鍋もできそうなんで、また頃合い見てねやってみようと思います。というわけで以上です。そんじゃまた。